小さなお子様をお連れの方はお子様と手を離さないように、手をつないでお進みください。ここで迷子さんが出ますので、なかなかお父様お母様と出られないかと思いますので、迷子さん出ないように皆様お子様のお連れの方は。いよいよ本日のステージイベント最後のステージとなります、蛇踊りを皆様にご覧いただきたいと思います。もともとは中国で五穀豊穣を祈る雨乞いの神事とされてきました蛇踊り、ご披露いただくのは長崎観光蛇踊り会の皆さんです。詳しくは観光蛇踊り会の秋山さんにお話をしていただきたいと思いますので、皆さん私がせーのと言ったら秋山さんと呼んでくれますか。いきますよ、せーの、秋山さん。皆さんこんばんは、秋山です。4年ぶり開催の通常開催ですから、私たちももう喜んで、みんなで今日早く仕事を終えてきたメンバーでございます。まず、蛇林がダーッと並びました。そして蛇は向こうの方からオブゼがありますね。10メートルのあのオブゼの下から蛇が来ます。もう待ちに待ったので説明は後ほどずっとしますので、一つだけ、蛇が帰ろうとするときにアンコールのことを持ってこーいって言います。今日県外からおいでの方手を挙げてみてください。たくさんですね、ありがとうございます。持ってこーい持ってこーい、うまい長崎でしょ、はい、持ってこーい持ってこーい持ってこーい長崎の人はね、出た出た長崎、おお持ってこーい持ってこーい、わかるでしょ。4年ぶりに開催されたこの、長崎ランタンフェスは一回に待ってたか、もう話してると長くなりますのでね、もうすぐやりましょう。それではお腕の下から入場です。拍手をお迎えいたしましょう、どうぞ。いろんな人で形成されています。さあ今日も早く仕事を終えてここに来てくれました。もう一度発言をお迎えしましょうね。はい、よろしくお願いします。地元の方もいらっしゃいます。今日のこのジャは、まず基本的なジャ踊りがあります。本日の玉をオン、玉追いというのを最初に皆様にご披露します。じゃあお願いします。
しょうか。玉を、金色の玉、何でも叶えてくれる宝珠の玉を今回は月にいたして、月を飲み込んで闇夜に雨を降る真理に言われております。この蛇王殿は、それからあの金色の玉を一瞬雲の間に隠れますので、その後探そうとするいわゆる玉探しでございますね。さあ、今日も今メンバーが交代しました。ご注目いただきたいと思います。玉の動き、頭、尻尾、そしてそれぞれの部分が少しずつ微妙に動き出します。どうぞお願いします。ありません。さあ、玉は上空に上がりました。じゃあ下の方をくまなく探します。この動きが速くなってまいりました。苛立ち始めた蛇の姿でございますね。さあ、見つかるでしょうか。さあ、見つかりました。でしたでしょうか。玉探しでございましたね。金色の玉が雲の間に隠れた様子を皆様にご紹介したんですが、さて、ここでですね、皆様に先ほど県外からおいでの方手を挙げてくださいって何名かいらっしゃいましたけど、18歳以上の方で、上は85歳までどうぞ10名の方、体験者踊り、はい、こちらの方に。山安、はい、
さあ、行ってみましょう。はい、見て見て見て。さあ、行ってみましょう。ありがたいです。はい、はい、拍手お願いしますね。なかなかモテないんですよね。よかったです。いや、大変だ。はい、じゃあ、お年玉があるようで、新地中華街からのお年玉ですね。はい、新地中華街からお年玉。皆さん、いかがでございます？さあ、皆さん、このまま返すわけにはいきません。持ってこーい、持ってこーい、持ってこーい、見てる人に矢が待っております。今年の思い出も矢がついてますね。はい、それでは、よろしいですか。一旦引きます。じゃあ行きましょう。持ってこーい、持ってこーい、ステージ上がります。よいよ。さあ、すごいぞこれは。来ましたね。もう一回言いたいな。時間は切れそうだけどいいですか。待ってこい、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 待ってこい。
ました、時間が経ってますけども今日は初日です。いっぱい踊らせていただきます。さあ持ってこいに応えてくれますね。おめでとうございます。踊ってます。さあ早ずくらかな。ご覧の通り早ずくらになります。さあ今年の26ランタンフェストでは4年ぶりでございますからね。すごいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。第1回目のジャラ踊りはここで終わりますが、私どもはこの後すぐ中央公園というところに行きます。もしまた見たいという方、8時10分から